突然私を呼ぶなんてどうしたの？寂しかったの？ここには山も水もあるし、食べ物も遊び場もある。すっごくいい場所だよ。それにあなたが私にこんなにも良くしてくれてるんだもの、嫌いになるわけないでしょ。ん？そう？なら耳を貸して。私の秘密を教えてあげる。実はね、私も同じだよ。やあ、突然私を呼ぶなんてどうしたの？寂しかったの？いい時に来たね。ちょうど今人と話がしたかったの。もしかしてあなた何か超能力でも使えるの？もう優しさであなたに勝る人はいないね。じゃあ何を話そっか。死のことでしょう。そういえばもうだいぶ人前で披露してなかったね。じゃあ聞いててよ。火の上には2羽の鳥、鳥の爪はネズミ取り、ネズミは目を取り、目になる豆を人が取り。どう？感想教えて。でしょう。やっぱりあなたは見る目があるね。私の詩がわかる人だと思ってたよ。あなたは本当に最高の友達だね。やあ、突然私を呼ぶなんてどうしたの？寂しかったの？いい時に来たね。ちょうど今人と話がしたかったの。もしかしてあなた何か超能力でも使えるの？もう優しさであなたに勝る人はいないね。じゃあ何を話そっか。不思議現象は話すことじゃないよ。この世の物事は目で見たもののみ信じないと。まあ私と夜の山に行く度胸があればあなたの知らないものが見られるよ。ねえ、気になる？行こっか。じゃあ約束だよ。やあ、突然私を呼ぶなんてどうしたの？寂しかったの？ん？やりたいこと？毎日自分がやりたいことをやってるよ。だから今日はそんなこと置いといてあなたの家にいさせてよ。ここには山も水もあるし、食べ物も遊び場もある。それにあなたもいる。こんなにいいことってないでしょ。何言ってるの。屋敷とか庭はどこにでもあるでしょ。建物が好きなわけないじゃない。好きなのはもちろんあなたが。当ててみてよ。その表情、わかったよ。もうからかうのはやめる。私はね、あなたと一緒にいるのが好きなの。私と遊んでくれなかったら友達失格だからね。別にあなたに何を言われたって、私は今日ここにいるって決めたから。帰らせようなんて思わないでよ。私たちこんなに仲がいいんだもの。気にしないよね。やあ、突然私を呼ぶなんてどうしたの？寂しかったの？おはよう。元気がいいね。昨夜はよく眠れた？